石井博士は、日本の俳優である。本名は、石井清一。旧芸名及び別名は、竹本つごまたゆう、石井博士。1901年2月7日、東京府東京市牛ご目区神楽坂に、落語家四代目三省帝枯渇と、竹本聖之助の子として生まれる。1906年、5歳で父と死別する。17歳まで銀座の商家に方向に出ていたがみに、 あわず、1919年に、文楽座の竹本津田の門に入り、竹本津子また有名義で、初舞台を踏む。ところが、満20歳の長兵検査を機に、文楽界を退き、添き、1922年、小竹蒲田撮影所に入社。石井博と解明し、急激活動写真の写実化に成功したと言われている1923年公開の、野村カオルテイ監督映画、 女と海賊等に脇役として出演。1924年、帝国キネマが松本栄一監督映画、カゴの鳥の大ヒットで利益を上げ、その資金で各社の名俳優、監督を引き抜いたが、石井も、佐月信子、正しく二博らと共に引き抜かれて小坂撮影所に入社する。ここでも多数の作品に出演したが、1925年4月、 首脳部の内紛に橋を発した会社出直しに伴う同撮影所閉鎖で石井を含む従業員400人以上が解雇される。その後、石井は同撮影所長であった立石小牧吉が跡地に設立した東方映画製作所に入社するが、わずか数ヶ月で給料不払いとなり、解散となった。1927年、作家菊池博士に招かれて、 新劇協会に加入。3月32日、クノック等に初めて主演を務め、新劇の星とも言われて注目される。1928年、久保田万太郎の勧めで、新破劇に加入し、北村六郎の門下となる。新破劇の花形として人気を集め、花柳翔太郎と並ぶ若手スターと言われた。百三十八年、花柳翔太郎。 王谷一次郎、竜栄次郎、川口松太郎らと新生審判を結成し、川口松太郎、泉京花の作品を中心に上演し、人気を博する。同劇団は戦後の1949年に解散するが、同年に劇団審判を結成し、大幹部として屋台骨を支える。特に、不敬図の取材などを当たり役とした。その一方で、映画、テレビドラマにも、 意欲的に出演しており、1959年8月23日から1972年2月6日まで、放映された TBS テレビ系列の東芝日曜、劇場人気シリーズ、神さんと私では、同じく劇団審判に所属していた、京塚雅子と共演し、その高校ジーブリはお茶の間に親しまれた。1967年、四十号賞を受賞。 1972年4月、明治座の舞台に出演中に倒れ、同月29日、肝臓癌のため死去した、71歳を打つ。折しも TBS テレビ系列の国民的人気ドラマ、ありがとうに出演中であり、本作が一作となり、石井の死後は、清水正夫が代役を務めた。また、同年12月31日には、石井の功績を称えて、神さんと私、 第32作が再放送された。墓所は、随林寺墓地にあり、戒名は、芸会員永正日間古寺。分け、川本の君鶴と呼ばれた芸者で、小唄の家元となった三生の部が妻で、俳優の石井玲子とフリーアナウンサーの石井のぞみは,は、孫である。俳優の金田龍之介は弟子にあたり、俳優の大辻志郎は、石井の付き人を経験していた。妻の参照のべが、 前部の間に設けた連れ子が、以前に TBS テレビのプロデューサーであった、石井福子である。石井と血縁関係はなく、石井がミますと結婚の際に福子の入籍を拒否したため、みますが養子として迎えたと言われる。福子は、石井の没後に遺産の分配を求めて石井が認知した実施と、騒動するも、ママ子である福子に相続権は存在せず、和解した後に、 20年以上経過してもなお母と共に受けた屈辱として、その騒動のことを忘れていないと、著書、思い出かくれんぼに記している。ありがとうございます。